鈴棒鈴鈴布団林大林棒大メディアを再生する金庫鈴とは仏具の一つである鈴とは仏具の一つお鈴ということもあるともかく林大などと共に用いるその他林大とは鈴を置くための仏具のこと新州王や派用の鈴大とその作法について近藤五種林中央が同鈴 手前が宝珠鈴、以下、時計周りに五これ、三これ、六これ。鈴とは、密教では、小型の金に似た手持ちの仏具である。金号鈴、宝珠鈴などが知られる。以上を五種鈴と称する。密教の手法に用いる、大壇上では、刀鈴を中央、残り四、鈴をその四方に配す。刀鈴は、大日如来、四方の四鈴は、 その他四如来の象徴であり、全体として、五ち如来を表す。現代音楽などでは、しばし打楽器として、仏具の鈴が用いられる。また、ティンパニー状に鈴をいくつか乗せ、鈴を叩いた後、ティンパニーのペダルを操作するなどの奏法がある。仏具の鈴を打楽器として、還元楽の編成の中に組み込んでいる、作曲家として、 細川俊夫や坂田直樹などが挙げられる。ありがとうございます。